グラマン G-21 グース米海軍の JR 海 -5 グラマン G-21 グースはグラマン社によって設計、製造された水陸両用飛行艇である。グースは英語で狩りを指す。当初はロングアイランドからマンハッタンに通勤する符号のための八座飛行艇として設計された。本機はグラマン社最初の単葉機であり。 また最初の総発機でもあり、さらに最初に民間用にも設計された航空機だった。第二次世界大戦の間、本機は米軍や米沿岸警備隊だけではなく、他の連合国にも提供され、輸送任務などで活用された。対戦の間、本機は多くの戦闘と訓練の役割を引き受けた。戦後も使い勝手の良い輸送機として使用され、続けている。米海軍。 JR 海 -1 の塗装をされた元 A 海軍 JR 海 -6B。1936年イーローランドハリマンを含むロングアイランドの富豪グループは自分たちがニューヨークへ飛ぶための飛行機の開発をグラマンに依頼した。グラマンは軽量な水陸両用の輸送飛行艇として G-21 を設計した。グラマンの武骨な設計人は フラップなどの一部を除いて、ほぼ全金属製の高翼端容器を作った。総発のプラットホイット 2R-985 エンジンは主翼前縁に取り付けられた。深い胴体は、船体としても機能し、手動引き込み式の着陸装置が装備されていた。1937年5月29日に試作機の初飛行が行われた。 機体内部のスペースには余裕があり、輸送や旅客用途に適していた。水陸療養機であったため、多くの場所へ飛ぶことが可能だった。G-21 は、水陸療養旅客機として製造を販売された。マッキノン G-21 ジターボグースマッキノン。本機には多くの改良型が作られたが、最も多く作ったのは、オレゴン州。 サンディのマッキノンエンタープライゼス社だった。マッキノンは G-21 シリーズ改良のため、21の補足認定証明を取得、4箇所の変更を施し、FAA 形式認証の再認証を受けた。マッキノン最初の形式 G-21C は、エンジンを旧型の R-985 から4発のライコミンググソ -480B2D6 に換装した。 G-21C は1958年11月7日、TC ナンバー 4A24 として承認され、翌1959年にかけて2機の試作機が作られた。2番目のマッキノンの改良機モデル G-21D の G-21C からの変更点は、機種部分の36インチ、及び水平尾翼と昇降打の12インチの拡大だった。 G-21D の拡張された機種部分には両側に2つの窓が設けられ、4つの補助席が収容可能だった。1機だけの G-21D が G-21C からの改造で作られ、後にタービンエンジンを搭載し、ターボプロップグースの愛称で呼ばれた。G-21D のタービン乾燥の後に、マッキノンは、 TC ナン六百6 5 4として認定されていたオリジナルのグラマン G-21A に同じ 550SHP のプラットホイットニー PT6A-20 エンジンを取り付けるために STC を開発した1967年2機の G-21A がハイブリッドタービン搭載に変更されたこの二機は他にも多くの末期の改良軌道用の 改良を施されたので、後に作られた、マキノンタービン乾燥型の G-21E と混同されたが、公式には、マキノン TC-4A-24 として再認定されることはなく、形式名 TC ナン、no. バー654のグラマン G-21A のままだった。2機のハイブリッド G-21A のタービン変換を終えた1968年に、 マッキノンは他の2機の G-21A を再認定された G-21C 同様のタービン構成で STGSA-1320E タービンを採用して改良した。しかし G-21C 設計の一部である4台のライコニンググソ -480 シリーズピストンエンジンからのタービンエンジン移植に関係なかった。 いくつかの構造的な内部の補強を書いていたようで、その結果最大総重量1500ポンドまで動くことは公認された。マッキノンはこれらの G-21C をハイブリッドと呼んだ。しかし1年後に、それらは FAA によって TC-4A24 の新しい形式として認定された。マッキノンの3番目のモデル G-21E は前の G-21C。 ハイブリッドの改良を元にした。当初は G-21D に使用したのと同じ改良タービン、総発 550SHP PT6A-20 ターボプロップ機で認定された。その後 G-21G の承認後、680SHP プラットホイットニーカナダ PT6A-27 エンジンを G-21E のオプションとして承認した。実際に製作、再認定された唯一の例として、より強力な PT6A-27 エンジンを搭載した G-21E があった。マッキノンの最終モデル G-21G は、1969年8月29日に TC ナンバー 4A24 のセクション4として、 FAA に認定された G-21G は、総重量12,500ポンドの前モデル G-21CD を全面的に構造強化し、レーダーノーズ、巻き込み式フロントガラス、翼内に格納する、可動式フロート、見やすいキャビンの窓などの特徴を備え、より強力な PT6A-27、タービンエンジンや他の細部変更を施し、 究極のマッキノングース改良系を製作した。新しい計画2007年11月、ノースカロライナ州ギブソンビラのアンティルズシープレーンズ社がマッキノン G-21G ターボブースの改良系をアンティルズ G-21G スーパーグースとして再生産すると発表した。 G-21G の PT-6A-27 エンジンを定格 680HSP のプラットホイトニーカナダ PT-6A-34 ターボプロップに置き換え、機体システムや最新式の電子機器を装備し、新しいパネル、軽装、コックピットディスプレイに更新され、最初の試作機は現在組み立て中であるとされた。 しかし2009年アンティルズシープレーンズ社の生産工場は差し押さえられ、競売にかけられた。新しいグース生産計画の運命は不明である。イギリス空軍のグースアラスカーアイランド航空の G-21A 当初は、マンハッタンの企業や、不合のための空飛ぶヨットとして、バーや小さなトイレを備え、通常は2から3人の乗客を運ぶことを想定されており、 また小さな航空会社に販売されていた。1938年 G-21 は米陸軍航空に OA-9 として採用された。後に民間機から転用された機体は OA-13 となった。最も多く軍用機となったのは米海軍用にデザインされた JRF だった。本機は第二次大戦中アメリカ沿岸警備隊にも採用され、 また、カナダ空軍にも輸送、偵察、救助、練習用として採用された。イギリス空軍は、海上救助のために G-21 を使用した。イギリス空軍は本機を共通の命名規則によって、グースとした。戦後は、民間航空機として、アラスカ州やサンタガタリナ島など壁地への商業航空に利用された。合計機の機体が生産され、 そのうち約30機が現役である。その多くが個人所有機で、そのうちいくつかの機体は改良されている。海上自衛隊で使用された JR 海 -5939 年、日本海軍は1機の G-21 をグラマン社から輸入し、グラマン水陸両用飛行艇と称して水陸両用飛行艇の実験に使用した。また、 太平洋戦争初戦において、オランダ領東、インドで軍用輸送機として用いられていた G-21A1 機がジャワ島で日本軍に露革され、日本本土に空輸された後に陸軍航空技術研究所で性能調査を受けている。戦後の1955年には10機の JR 海 -5 が米海軍から海上自衛隊に供与され、うち4機が整備後に、 対戦障害機として使用された後、誘拐 -2 などに代替される形で退役した。JR 海 -5 ブリティッシュギアナ航空のグース、トリニダードピアル航空港、1955年1942年生、グラマングース。アラスカ、アクタンのペネアキ。JR 海 -6B 出展、ユナイテッドステーツネビーエアークラフト進出ス1911、諸原性能武装。 ありがとうございます。